ホリホリ TV をご覧の皆様、こんばんは。ラスベガス編3本目になります。昨日5-10-20で解消して、その時の出来事から軽くトークした後、またキャッシュゲーム動画をお届けします。で、7月6日からメインイベント参戦という流れになります。昨日のテーブルで隣の韓国人がストラドルしなかったんですよ。8人テーブルで座ってる全員がストラドルやってるんですけど、1人だけストラドルやってなくて、単純に20ドル払わないのでとても有利な状況。ハンドさえ絞ってれば他のプレイヤーよりもチップ減るペースが遅いので、ハンド絞ってるだけで大体勝てるんですけど、ルールでストラドルって強制じゃないので、そのカジノ側のルールでこういったトラブルがめちゃくちゃ多いんですよね。ストラドルするしないとか。だからマカオのオマハは100、200、400、香港ドルでストラドルが全員強制なんで、それだとねトラブルなどなく安心してプレイできるんですけど、俺はやるとかやらないのかとかいうねトークが結構繰り広げられたり、あとですね、礼金の差が思ったよりもでかかったので、ベラージョの1020座ってみて、そちらの1020のアンティ20で、では今からですね、あの私の大好きなエリスアイランド、そちらのレストランに行ってステーキ食べに行きます。今から向こうのカジノまでちょっと歩くんですけど、夜道を一人で歩くと非常に危険なので、現金は預けていきます。最低限の100ドルぐらい持ってご飯食べに行きます。ちなみに暗証番号はもう1326じゃありません。僕もバカじゃないんで。フードコートがある出口から向かうと近いです。ラスベガス外だいぶ暑いんで、この前買ったダビルソン P T シャツ着ております。今向かってる先がですね、向かいの道路ですね。ここから300メートルぐらいかな、向こうまで歩いていきます。今日夜なんでまだちょっとまだマシですね。サイランドってあそこに見えますね。向こうがね、ホースチュー会場です。夜景もめちゃくちゃ綺麗ですね。カジノ到着です。はい、入っていきましょう。この時間がいつも楽しみにしていたプライムリブのステーキやってなくて、代わりにハムエッグ&ステーキ、朝食のメニュー食べました。今夜の12時半で深夜の時間です。お水が顔ぐらいのサイズの、随分でっかいです。ハム&エッグステーキ、こちらになります。ボリュームやばいっすね。本当にこれアメリカサイズです。これで20ドルぐらいだったかな。3200円です。アメリカは 25% 税込、チップ払うのがマナーです。動画は3本目なんですけど、今日はあの2人ともあのポーカー解消している日の続きなので、美味しく食べれますね。最高。去年閉まってたセブンイレブンが営業していますね。アメリカのセブンイレブンをご紹介しましょう。コーラ 4.49 ドルって随分高くないか。ちょっと水もたくさん入ってますね。このスナックスカシが 2.39 ドル、アイスが 6.49 ドルなので、これも1000円ぐらいしますね。分かりやすいのありました。レッドブルが 4.19 ドルです。アベレス OP 遠征3日目です。アメリカ時間で7月4日夕方になります。昨日セッション終わった後にご飯食べてぐっすり眠ってました。メインイベントが明後日からで、リズムを直さないといけません。今日も変わらずキャッシュゲームの方を打っていきます。ブラボーライブアプリでラスベガスにあるポーカールームの状況がわかります。ベラージョが1-3が11テーブルでウェイティングが4、5-10が8テーブルのウェイティングが6、1020が2テーブルのウェイティングが6です。新しいテーブルが立たないと少し待ちそうです。 WSOP 会場の方は1-3が10テーブルのウェイティングが9、5-10が4テーブルのウェイティングが7です。メインイベントの直前がウェイティングのピークにあるんですけど、始まって少し待ちが落ち着いた感じあります。夕方ってもうその日を諦めなくてはいけないぐらい並んでる印象があったので、とりあえずベラジオ行ってみます。待ち時間長かったら移動する方向で。それでは本日ラスベガスのキャッシュゲームセッション、どんな戦いになるのか、動画の方をどうぞ。今ベラージョ方面向かっております。まずはご飯をいただきます。アメリカですね。はい、ラスベガス、陽気な人がたくさん歩いてます。そしてあちらエッフェル塔になります。お菓子屋さんがあるんでちょっと覗いてみますね。わっ、すっごい甘い匂いする。いろんなね、お菓子売ってますよ。キャラメル、キャンディー、子供の夢っすね、これお菓子詰め合わせで、この、 あの缶に入れ放題で 21.99 ドルだそうですね。3400円ぐらい。ドーナツ2つ揃いました。とってもカラフルで可愛いですね。ちなみに値段は10ドル。ベラージョの噴水ショーの前にやってきました。平日は30分ごとにやってるようです。 That I can do is...綺麗。うわあ、めっちゃ綺麗。すげえ。
ベラージオまでやってきたんですが、ちょっとウェイティング状況変わりまして時間かかりそうなんで、またホースシューの方キングスルーム行こうと思ってます。ロケットチーズバーガー2つとドリンク2つです。これ皆さん何ドルだと思いますか？驚愕ですね。これなんと61ドルしました。9000円です。じゃあ9000円のハンバーガーいただきましょうか。これマックだったらこれいくら？1500円ぐらい。結局今日もキングスルームで510のノーリミットホールでも打ちます。5000ドル了解しておきます。キャッシャーで5000ドル分両替しました。約80万円です。今名前が上から4番目でしばらく待ちたいと思います。このキングスルームではストラドル入ることが多いと話しました。このストラドルとはビッグブラインドの2倍の額を置くことです。アンダーザランのプレイヤーになります。スモールブラインド、ビッグブラインドの他にさらにその隣に強制ベッドが入ります。5ドル、10ドル、20ドル。ブラインドを払う人数は増えてアクションが激しくなり、ポットも膨らみやすいです。通常のスモールブラインド、ビッグブラインドの場合だけよりもボタンのレンジは硬くなるイメージですね。ボタンでオープンした場合に通常は2人しか相手がいないのに、ストラドルゲームだと相手が3人いるわけです。ただしここは相手のプレイヤーの見極めで、ブラインドから3ビットを返してこないんだったらレンジは緩めてもプラスになりそうです。あとタイムレーキなのでポットごとに利益取られないのが特徴ですね。なので韓国とかマカオとかポットに対して取られるカジノよりもプリフロップのレンジが若干緩くなります。フロップ開かれた時点で利益が発生するとマイナスになってしまうので3ビットする回数が多くなるんですよ。プリフロップで終わらせると利益が発生しないので、タイムレーキの方がコールが若干増えるんですが、ポーカーのプレイングスタイルとして基本的にはレイズをかぶせるかフォールドするか、ビッグブラインド以外は基本的にコールしなくてガンガンプレッシャーをかけていくようなタイトアグレッシブな王道なプレイスタイル、この遠征で貫いていきます。あと時には気合の入ったブラフです。Venice, your table change is ready. Venice? This. This is straddle. What? Oh, no, there wasn't. I'm sorry. 25. Sorry. 25. Just a wait. I don't see the...Quarter. Top, please. Thank you. Thank you.2時間のセッションでやめました。268ドル負けです。510-20だったんですが、8人テーブルで2人スタートルやってないプレイヤーがいたんですよ。明らかにね、不利だと感じて、それプラスタイムリーキはこの前値上がりして11ドルって言ったばっかりだったんですけど、タイムリーキが15ドル払おうぜ、その余った4ドルをディーラーのチップとしてあげようみたいな雰囲気だったんですよ。それで30分ごとに毎回15ドル払ってて、ポット取ったらね気持ちよくディーラーにチップ渡してるので、おまけにストラドルやってないプレイヤーが2人もいて、テーブル変えるかカジノ変えます。メインイベントの会場にやってきました。1万ドルのダブルソッピーメインイベントデイ1の B です。ブレイク開けて今最後のレベル5戦ってます。とても静かです。参加費が高額なだけあって皆さん集中してますね。300、600のアンティ600ですね。カメラも入ってます。後ろの会場でトーナメントをエントリーすることができます。夜の時間帯だと比較的空いてますね。陽気な人が多くてカメラにポーズしてくれる方多いですね。では今からですねメインイベント1万ドル持って参戦していきます。参加費160万円、これをね投資してメインイベント頑張っていきます。